ビアテクノロジーズ、インク、ビアテクノロジーズは、台湾のに北市新三瀬区に本社を置く、半導体メーカー。主に、PC、AT 互換機向けチップセットと、X86 互換マイクロプロセッサの開発、設計で知られる。台湾証券取引所に上場。かつては低価格を売りに、ソケット7用のApollo VP シリーズ、VP、VP2、VP3、MVP3、MVP4 や、スロット1、ソケット370用のApollo Proシリーズで、インテル純正チップセットに対抗、一定の成功を収めた。AMD が自社のプラットフォーム基盤を強化するため、互換チップセットベンダーの育成を図る方針を取ったため、AMD 用チップセットとしては大手になった。多機能チップセットの開発により、シェアを伸ばした NVIDIA と特にライバル関係にあった。キロトン、プロ266以降の製品では、ノースブリッジとサウスブリッジ間を V、リンクバスと呼ばれる技術を用て高速で接続している。買収した S3 のグラフィックスの技術をノースブリッジに用いた統合チップセットは、メーカー製パーソナルコンピュータ、PC にも数多く採用されていた。安定性のあるチップセットメーカーの一つとされているが、かつては問題を抱える製品が数多く存在していた。主にかつての AGP ビデオカードに相性問題が多く発生していたが、これはビアに限らず、SiSやRAIDなどのサードパーティーのメーカーにはよく起こる問題であった。これは AGP を提唱したインテルが PCI のように公的な規格にしなかったことと AGP 初期全盛期は動作が不安定とされていた Windows 9X 系が主流オペレーティングシステム OS であったことも一因である。また、サウスブリッジの IDE コントローラに不具合がある製品が出回った時期もあった。これらを搭載した古いマザーボード MVP、ソケット7系、プロから 133P6 系、KX キロトンから 133系、K7 などを使用する場合には注意が必要である。新しいチップでもサウスブリッジ用 VT8237R と HGST 製の SATA-II 対応 HDD とで信号のタイミングが合わず認識しない例、認識できるマザーボードと HDD メーカーページにあるユーティリティを使い、あらかじめ HDD 側のSerialATAの速度を強制的に 1.5Gbps に設定しておくことで回避可能や多くの RAID カードに採用されているシリアル RAID コントローラーの VT6421 と WD 製 1.0TB 以上の HDD との組み合わせで読み書きの速度が異常に低くなる例なども報告されている。ビアは X86 互換プロセッサ、C3、C3 と後継品の C7、C7 を開発している。派生製品として C3 をベースにノートパソコン向けの C3M、Q&Aは消費電力をより低減した組み込み用途向け製品のエデンシリーズ、ノースブリッジチップと統合した高フュージアン、コアフュージョンが存在する。C3 は、IDE、セガのソケット5、7互換プロセッサであるウィンチェップシリーズをベースに P6 バス、ソケット375管にしたもの。低価格、低発熱、低消費電力等を売りにしている。C3 は当初、Cyrix IIIという名称を使用していた。本来ビアは、Cyrix ベースの P6 互換プロセッサを先行して開発する予定であったが、元 Cyrix の開発陣がこぞってビアを退社してしまった他に、完成を目前にして、開発は凍結されてしまった。ただし、元サイリックス開発陣による、ジョシュアコアベースのプロセッサも、一部メーカーに対して、初期サンプル品として、スリックスイの名称で渡ってる。そのためか、ウィンチェップベースであるにもかかわらずサイリックス、ブランドだったことについては、そのことに対する、当て付けであるという説、サイリックスの元親会社ナショナルセミコンダクターの、特許が欲しかっただけであるという説など諸説があるが、ビアはコンパックや IBM の PC などで採用され、実績と知名度のあるサイリックスブランドでアピールする戦略だったと強いる。性能面では同時期の競合他社製品より劣るが、安価であることから、発展途上の地域を主として販売されている。日本国内でも安価で、省電力、低発熱という利点が評価されており、産業用ロボット、自動車、ハードディスクビデオレコーダなどの組み込み市場のほか、静音 PC 向けプロセッサとして一部の自作パソコンユーザーに人気がある。2005年5月、C3 の後継である C7、C7 が発表された。これは、インテルとのライセンスの一部が失効したことで、ネトバースと互換のプロセッサバス機能を削除した製品である。その後、展示会で C7 の説明員から C8 の計画の存在が示された。それによると C8 は C7 をマルチコア化した製品とのこと。2008年1月、X86 から64互換プロセッサであるビアナノを発表し、2008年3月にウルトラモバイル PC 用として出荷された。これは、Cyrix ベースの P6 互換プロセッサ以外のビア製、X86 互換プロセッサとて初めて、アウトオブ、オーダー実行機構を実装し、C7 比で最大約4倍の性能向上を達成したという。自社製チップセットやプロセッサのシェアを侵食された、インテルから特許とライセンスを盾にした。訴訟構成の標的にされたことがある。その対策のために買収したサイリックスの元親会社、ナショナルセミコンダクターのロゴマークをマーキングした製品もあった。後に、インテルとはクロスライセンスを締結し、和解している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。